あの、もう僕の負けでいいんで早く試合終わらせてください。ってなりがちなキャラ5000。まあ、これありますよね、これね。シンプルにありますよね。よければあなたのも、あの、もう僕の負けでいいんで早く試合終わらせてください。ってなりがちなキャラをコメント欄で教えてください。これからこれ毎回言ってっから。YouTuber だから。スネーク。こいつと戦ってイラつかないの。YouTube で。フルナビ、フルナビ、フルナビなぜ。の CM 寝起きから見せられまくってイラつかないのと同じくらい無理だろランキング圧倒的1位の将軍さんが使ってるから辛うじてギリッ。きり許せるレベルのおじさん。前半のカチャカチャ手榴弾テクお披露目タイムの後に来る崖上スマパコパコタイムを血類流しながらなんとか乗り切ったと思ったら、前半のカチャカチャタイム何だったのってくらい目がんびらきで DA 反復横跳びし始めて、最終的に反復横跳び中のおじさんにぶつかってしまい崖外に出されて、お前それだけは死んでも許さねえからな。ランキング1をネスの崖ヨーヨーと並び毎年独占しているニキータであっけなく撃墜される。あと C4 で撃墜されたら言い表しようのない羞恥心に襲われて誰に見られてるわけでもないのに、うわあ見てなかったって言いがち。でその後の手榴弾カチャカチャタイムでなんか全てがめんどくさくなって、もう俺の負けでいいですってなりがち。ソニック存在そのものが相手の人生の時間を奪う遅延行為ことタイムアップハリネズミニキ。毎回対戦するときスピンの対処法 DM で送ってこいランキング圧倒的1位のネズミニキ。別にいいんだけど堂々と小戦場の台上で俺は攻めへんでみたいな面して仁王立ちしてるときだけ無性にぶん殴りたくなるランキング圧倒的1位かと思ったら、なんかようわからんスピンキャンセルだかなんだか知らねえがごちゃごちゃやり始めてくるだかなんだかようわからん腹立つからやめろランキング圧倒的1位のネズミ。とにかく試合が長い。パックマン、これ対戦してて楽しいのあなただけだよね。ランキングで毎年首位を独走し続けているミスターわからん殺しゴールデンポン。あの自ら崖外出ていって NB 厳選されてる時のどうしようもない虚無感に波の人間では耐えられないし、ようわからんネタ連携で撃墜された時のこれ相手ドヤ顔してんだろうなぁ、気持ちよくなってんだろうなぁって時のオフであって、あなたに負けたわけではない、パックマンというキャラに負けただけですからって言いたくなる、どうしようもなく惨めな気持ちが忘れられなくなる精神破壊系金玉。ロックマン、VIP で当たるロックマン全員同一人物かと思うくらいみんな動き同じだけど毎回ボコられがち、ことクソダサ全身タイツ岩男。飛び道具の雨あられを耐え忍んでいる時のなんで俺がこんなことしなくちゃいけないんだ感をなんとか乗り越えたと思ったら、普通にクソ強い空母で撃墜されて、なんでてめえがそんなに普通にクソ強い技持ってんだよ、おかしいだろってなっている間に、毎回復帰の時に崖にボム貼り付けるやつみたいなのにイラついてため息ついてる間にわけわかんねえタイミングでパナしてくる昇竜拳と、もうそれほぼ全狩りだろってレベルで当たる崖ロックバスターで好き放題されて完全に心が折れる。そして毎回確実に試合時間が長い。倒すなら早く倒してくれ、心が持たない。あと後ろにメタブレ投げるやつなんか腹立つからやめろ。バンカズ圧倒的フィジカルと圧倒的運ポイ性能を合わせ持った究極生命体こと石尾 DLC 枠のクマさん、強すぎる。運ポイですでにこちらの精神は擦り切れているのにもかかわらず、わけのわからねえ無敵タックルでステージを縦横無尽に駆け巡られる。強すぎる。パッとしねえ割に強すぎる。ジョーカーと性能を入れ替えてくれ。そうすればこのパッとしねえ見た目のせいでいまいち見立たない性能を引き立ててあげられる。そうすれば顔だけ無能ガリ細もやしとスラー悪いが実力はありますせ系クマさんの利害が一致する。桜井さん、ご検討のほどよろしくお願いします。